清水正勝は戦国時代の武将。後北上氏の家臣で晩年は福井藩士となった。通称は新七郎、後太郎左衛門。ご北上氏の家臣で伊豆国の住人である清水康秀の次男。兄に新七郎がいたが、永禄十二年神原城の戦いで武田氏と戦って戦没していたため、その後は着難であった。通称の新七郎が、 兄と同じくするのは、着死の位を継承したためと推測されている。A61 年今川市休園のために、父や兄と共に、駿河方面へ出陣。元気3年武田氏の徳川両親行に際して、大藤秀信と共に援軍として、武田軍に参加。三方ヶ原の戦いにも参戦し、徳川軍の武将の首を素手でねじ折って、ねじ首太郎左衛門と呼ばれたという。 兄と同じく、長久保城将を務めたが、後に、上野国方面へ転戦し、天正十二年建林城の長尾秋長を、天正十四年三部城の三部吉尾を攻撃しており、天正十五年には、神殿金山城に敗されて513巻を領した。だが、同年のうちに、駿河国へ戻って、桂山、長久保を領し、神高も7474巻に数をされている。 天正18年小田原征伐では、北条軍の武将として出陣。小田原城に牢城して、徳川家臣、安倍昭吉とその配下の戸沢前衛門と激戦を繰り広げるなど優先して、北条氏政に激勝されたという。北条氏が滅亡すると浪人したが、慶長5年、結城秀康に招かれて、下佐国に300国を与えられ、その家臣となった。その時、 年齢は60歳ほどであったという。慶長6年、岩上朝吉ら武勇に優れた諸子と共に、大野城に入って、土屋正明に属した。国高は1025国で、さらにより気分として1800国が与えられていたという。慶長9年後の直秀に家督を譲って隠居、隠居領として100国が与えられた。前日の、ねじ首、太郎左衛門のように、三浦上信。 北条五代記に、怪力の武将としての逸話を残している。ありがとうございます。